大川正明は、美和子整形スポーツ大学副学長。これまで、公益財団法人日本バスケットボール、協会専務理事、事務総長、一般社団法人ジャパンプロフェッショナルバスケットボール、リーグ理事長、公益社団法人日本プロサッカーリーグ上務理事、元公益財団法人日本サッカー協会理事を、務めた、京都府京都市出身。落成中学校。 高等学校から京都大学法学部へ進み1981年卒業三菱銀行に入校。1995年から2年間 J リーグに出向し、一旦は銀行に戻って支店長も務めるなどしたが、2010年に銀行を退社して J リーグに入り、総務部門を担当。管理統括本部長を経て2012年5月から J リーグ理事。 2014年1月から J リーグ上無理事を務める。この間、リーグの将来構想についても担当し、J リーグクラブライセンス制度の導入や J3、リーグ創設に尽力した。2015年4月14日、国際バスケットボール連盟主導でやばのガバナンス強化と組織改革を推進しているジャパン二2024タスクフォースが日本のバスケットボールの新たなトップカテゴリーとなる。 JPBL の実務責任者となる、ヤバ事務総長の候補として、タイガを推薦することを発表、同年5月13日の臨時理事会で、専務理事、事務総長に就任した。タスクフォースのチェアマンを務め、タイガのヤバ専務理事、事務総長就任と同時に、ヤバ会長に就任した、川淵三郎からクラブ経営やリーグの規約、規定に関して、相談を受けた際、作業が、 リーグ開幕までに追いつかない懸念を川淵に伝えたところ、川淵がタイガーの J リーグでの手腕を買って3月30日に電話で直接就任を要請。タイガーは川淵が村井光る J リーグチェアマンの了解を取り付けることを条件にその場で受諾したという。ちなみにタイガー自身も中学、高校時代はバスケットボール部所属で落成中時代には 全国中学校バスケットボール大会で4強の経験もあった。2015年9月15日の JPBL 臨時社員総会及び臨時理事会において理事長に選任された。なお、矢場事務総長就任前に J リーグ上務理事の任は解かれており、J リーグでは引き続き非常勤の理事についていたが、2016年3月9日に開催された。 日本プロサッカーリーグ2016年度第1回社員総会をもって J リーグ理事を退任 J リーグ推薦枠としてついていた JFA 理事の職も退いた2019年9月26日の定時会員総会及び臨時理事会でチェアマンとして3期目の任期に入ることが決議されたが B リーグの中期計画における 第2フェーズに差し掛かるタイミングとなる2020年6月30日をもって任期途中でチェアマンを退任しワーキンググループでの選考を経た公認のチェアマン候補として B リーグ副チェアマンで千葉ジェッツ船橋代表の島田真嗣を選任したことを公表した自分で意識しなくても長くやればやるほど忖度や私に対してものが言えなくなっていくことが世の常 どんな優秀な経営者でも、まるでオーナー経営者のようになるのは、組織がいい方向に行かない。特に、スポーツ界はそうなることが少なからずあると考えたのが、退任の最大の理由であるという。退任後の2020年7月1日から、美和子整形スポーツ大学の副学長に就任すると、共に、同じ学校法人大阪整形学園が運営する。 大阪成蹊大学に新設されたスポーツイノベーション研究所の所長に就任した。ありがとうございます。